東京都出身の元社会人野球選手、宇藤右打ち。日野市立南平小学校時に南平アトムズで野球を始める。日野市立七成中学校時には調布シニアに所属。3年時には春夏ベスト8の成績を残す。高校は日大三校に進学。1年秋よりベンチ入りし。 二年生となった第82回選抜高等学校野球大会では、控え投手として登板。秋からは AS となり、第41回明治神宮野球大会ではチームを優勝に導いた。三年時の第83回選抜高等学校野球大会では、ベスト4、第93回全国高等学校野球選手権大会では、優勝と結果を残した。選手権を、 2011年8月28日から開催の第9回トリプルエアジア野球選手権大会に日本代表の1位に選ばれ最優秀防御率賞を獲得しオールスターチームに選出された。高校の1学年上には山崎福成、同級生には高山春、横尾春立て、宮野原健らがいる。高校卒業後は 東京六大学野球の早稲田大学に進学。一年春からリーグ戦に登板し、4勝を挙げ、ベストナイン、最優秀防御率投手に選出される。チームとしてはリーグ優勝し、全日本大学野球選手権では2勝を挙げ、最優秀選手に選出された。2年時にも年間で3勝を挙げた。しかし以降は、フォーム固めなどに苦しみ登板成績は伸び悩んだ。 大学卒業後は、社会人野球の競合、JR 東日本に入社する。高校時代の同級生でバッテリーを組んだ、立教大学の鈴木隆弘も同期入社となった。入社1年目のオフに、当時の堀井哲也監督から、野師転校を進められ、転校する。2年目の3月のオープン戦で奏者として頭から、比類した際に右肩をあだっ球し、人体も一部断裂した。 回復が見込めず、その年の秋に手術。医師からは、投手としての復帰の可能性は30%と宣告される。翌年は、リハビリのために野球部を休部し、社内業務と並行しながら、復帰に向けて、仕事後や休日には、リハビリに励んだ。2019年のシーズンオフに鈴木と共に現役を引退。その後も会社に残り社業に専念するとした。 引退後はマネージャーに転向した鈴木とは別に、業務研修に取り組み、緑の窓口で駅員として勤務している。ありがとうございます。